皆様お疲れのことと思いますが、議長の指名がいただきましたので本日最後の一般質問をいたします。村田議員の代表質問にもありましたが、市政道志会201号は10月に塩尻市と同じ中山間地域の状況について視察をしてきました。これからのそれぞれの町については、長野県の場合は阿南町だけが町と言いますけれども、他はみんな町というふうに、福島町、木曽福島町とかいうふうに言ってますけれども、たまたまアルファベットで書いてあるものを読みますと全部町というふうになりますので、島根県飯南町にある島根県中山間地域研究センターを最初に視察いたしました。このセンターは林業、畜産、農業の各試験場の機能を持ったセンターで、特に松食い虫対策の先進事例は参考になりました。新たな取り組みとして抵抗性のある松食い虫対応、育種事業、これは種から育てる、育種事業は国と共同し事業を実施しています。島根県の中山間地対策として小さな拠点づくり対策に取り組み、島根県内特に中山間地域において人口減少と高齢化が進んでいる、人口減少に伴い地域の担い手不足が深刻化、従来の集落かっこ自治体会単位での地域活動が困難となり困りごとも多くなっている、より広い範囲を一つのまとまりとして安心して住み続けることのできる仕組みづくりが必要であり、その結果として小さな拠点づくりを推進するための地域活動に合理的な施設であり、機能的な施設だと感じ、同じく島根県邑南町は日本一の子育て村を目指していて、合計特殊出生率が平成27年2.46 と高く、子育て支援を充実したことにより非常に良い結果が出ている。また各種の取り組みにより人口の減少が鈍化しており、広島県世羅町は、世羅町は人口約1万7千人の町でありますが、駅伝の町世羅町として駅伝の名門世羅高校のある町であり、快適なランニング練習ができるコースを整備したり、地元食材を使って応援メニューを開発するなど、全町民が一つになって町を盛り上げています。また、世羅高原6次産業ネットワーク、生産から販売、流通までの県内屈指の生産量を誇る農産物の一大生産地として農業のトータル産業化に取り組んでいます。それでは通告に従い質問をいたします。1、第5次塩尻市総合計画について、括弧1、第1期中期戦略は3本の柱があったが、特筆する良かった事業は何か、括弧2、第2期中期戦略第1期を参考に重点政策は何か、括弧3、子育てしたくなる町日本一を目指しての成果と進捗状況はどうか、1、子育て世代に選ばれる地域になっているか、数値結果はどうか、2番、市長の挨拶の中で100歳の塩尻市という言葉が多く聞かれますが、
58歳の塩尻市に生きる我々よりも子供や孫たちにより良い塩尻市になっていることが望まれますが、塩尻市の未来像はどのように描いているのか、市長のお考えをお伺いいたします。3番市民1人当たりの読書日本一を目指して、かっこ1早寝早起き朝ごはん読書の成果は、これは以前も、質問をいたしましたが、塩尻市の特徴ある教育の必要性、漆器、ワイン、農業、木育、高ぼっち、平井理石などふるさとの良いところを子どもたちに教えていく必要があると思います。旧奈良川村の頃に小学校で漆器の器を給食に使い、使用後に子どもたちが自分の食器を丁寧に手入れをしている姿を見て、教育の必要性を感じました。各学校の取り組み、例えばレタスの種をまいて収穫をして販売まで子どもたちがやっている学校、地域に愛情と愛着を持つ子どもたちを育てる責任が私たちにはあります。ワインの材料になるブドウ作りについて、選定から収穫までを勉強すること、平成23年より木育フェスティバル in 信州塩尻が開催され、平成25年にウッドスタート宣言がされました。第3回全国木育サミットが初の地方開催として塩尻市で行われました。これは塩尻市が木育についての先進地であることを国が認めたものです。年間1000台近いバスが塩尻駅発着していますが、わずか数分後には塩尻市から離れてしまいます。平井理石公園で勾玉作りや木曽暮らしの工芸館で沈金の体験をしたり、写真の愛好家たちに人気のある高ぼっちの風景などを織り込んだ観光コースとワイナリー見学などをセットにした塩尻市の観光ルートの開発や宣伝をしていく必要があるのではないか。手打ちそば発祥の地としてそば打ち体験などいろんな体験が考えられます。塩尻市5番塩尻市の、上下水道について、大口事業所への供給が、どのような影響が出るか、1費用について、2効果の見通しはどうか、以上で1回目の質問を終わります。